港にはたくさんのカニがいるんだってね。川崎市環境総合研究所のホームページを見たんだよ。ああ、カニ、いっぱいいるよ。僕ね、カニの塗り絵をしてこの住み分けマップを作ってみたいの。そうだね。実際に多摩川河口干潟に行ってカニがどんなところにいてどんな色や形をしているか調べに行こうか。わーいわーい。じゃあ博士、行くよこれが河口干潟なんだよ。干潟が出ていた場所は潮が満ちて隠れてしまった。そしてまた引いていくんだよ。不思議だね。潮が引くとたくさんの生き物がいるね。何か動いてるよ。干潟の泥地にたくさんのカニたちがいるよ。あれ、ハサミを振ってるカニがいっぱいいるよ。もっとよく見てごらん。泥がついてるけど水色で白いハサミ、ハサミを上げるダンスをしている。これはチゴガニだね。ピンポーン。そう、当たり。これはチゴガニのオスだね。何をしているのかな。ハサミのダンスは、僕のお嫁さんになってねっていうポーズなんだよ。時々餌も食べてる。お腹が空くからね。ハサミを振りながらご飯食べるの大変だね。そうだね。あれあれ、泥のお団子がいっぱいあるよ。潮ガニの近くに同じようにハサミをあげるカニがいる。図鑑を見ると、体は砂浜の色で足はしましま。穴の周りに団子があるんだって。コメツキガニだね。ピンポーン。そうだね。ハサミを振っているところはチゴガニとよく似ているけど、体の色が違うね。このカニは同じ泥地でもドロドロの場所にいて、ハサミが大きいよ。これはヤマトオサガニだね。ピンポーン。当たり。泥を洗うとハサミは白いね。あれあれ、このカニは砂の中に潜っちゃった。砂に潜って体を隠しても、潜望鏡のような目だけ出していれば敵が来た時もすぐわかるよね。ハサミは細くてナイフのよう。甲羅は丸くてブツブツがある。豆こぶしガニだ。普通のカニは横歩きしかできないけど、まっすぐ前に歩いてるでしょ。これは豆こぶしの特徴なんだよ。浅瀬にいて貝などを食べているんだよ。こういう岩をひっくり返すと、下にね、隠れていることがあるんだよ。どうかな？あ、いたいた、いたよ！ハサミのところにふさふさがついてるよね。本当だ！ということは、
毛ふさ急がに。ピンポーン。そうだ、いい調子だ。岩の下にまだ何かいないかな。あ、いたいた。これは黒弁慶ガニだね。都市河川でこういった場所にたくさんいるんだね。黒弁慶ガニとそっくりだけど赤くて綺麗。これは弁慶ガニだね。博士の子供の頃、みんなの人気者だったんだよ。角弁慶ガニがいたよ。すばしっこいからよく見ててね。崖や石垣好きでシックでおしゃれな服を着ているようだけど目立たないね。黒弁慶ガニと一緒にお食事中だね。足原だね。足原ガニ探してごらん。いたよ。大きなカニだね。甲羅が青緑でとっても綺麗だね。さあ、水辺から離れた場所が好きなカニもいるんだよ。すばしっこいな。これは赤手ガニ。これは水辺近くの建物にやってきた赤手ガニ。大きくなると手が赤くなるんだよ。こんなに真っ赤な赤手ガニもいるんだよ。弁慶ガニとそっくりだ。そうだね。ここに切り込みがあるのが弁慶ガニ。弁慶ガニの方が体の厚みがあって強そうだね。そうだね。多摩川河口干潟にいるカニを見てこれたね。すごい楽しかったよ。いろんなカニさんがいて、それぞれ好きな場所があって、そこに暮らしているのが分かったよ。それを住み分けって言うんだよ。もうカニの住み分けマップくれるよね。さあ、まずカニの塗り絵をするよ。塗り絵ができたら、どこにカニがいるか分かったので、多摩川河口干潟マップにカニを貼り付けて、住み分けマップを作るよ。チゴガニとコメツキガニ、ヤマトオサガニ、浅瀬はマメコブシガニ、ケフサイソガニ、クロベンケイガニ、ベンケイガニ、崖や石垣には角弁慶ガニだね。足原には足原ガニ、町側の乾いた場所には赤手ガニだね。できた、できたよ。自分たちの暮らす町にこんなたくさんのカニがいるなんてびっくりした。そうだね。私たちの身近な自然を知って、この環境を良くしていきたいね。みんなも多摩川河口干潟に行って、カニの観察をして、カニの住み分けマップを作ってね。河口干潟に行くときは、必ず大人の人と一緒に行こうね。そうだね。じゃあ、みんな、バイバイ。またねー。